ここでは曲の最後にトレモロストロークと呼ばれるテクニックが登場します。一度弾いてみたいと思います。弾き方は一度親指でピッキングして、その後に人差し指で撫でるようにしてストロークします。爪を立てるやり方もあるんですが、ここでは、曲がしっとりしているので撫でるようにして弾きます。ちょっと曲でつなげて弾きたいと思います。